後醍醐天皇方と鎌倉幕府方の熾烈な戦いが繰り広げられるモナカ。モナカ？サナカ？面白かったので採用です。千早城では楠木正成が鎌倉幕府軍を相手に、1ヶ月以上にわたり、頑強に抵抗していた。ひのげー、疲れた。指一本動かすこともできぬ。なんと情けないお姿か。兵に見られたら士気が下がりまするぞ。安心せい、ここには弟のそなた以外はおらぬ。とは申せ、どこに人の目があるか。100倍とも言われる敵兵を1ヶ月以上にわたりこの城に釘付けにしておるのじゃ。疲れも出よう。それはそうですが、勝てるでしょうか、この戦。さあな、わしにはわからぬ。なんと言われまする。さすがに100倍近い敵兵を追い返す策はわしにもない。が、この戦の勝敗は幕府を見限り、後醍醐天皇様方にいかに多くの兵を集めるかにかかっておる。そのための旗振り役をしているのが我らじゃ。敵兵が多ければ多いほど宣伝効果もでかい。故にこの状況はある意味では狙い通りとも言える。しんどいがの、我らが抵抗すればするほど後醍醐天皇様方の勝率も上がる。我らの役目は極めて重大と心得よ。はっ、肝に銘じまする。とはいえ疲れた。爆睡するゆえ誰も入れるな。わしが起きたら今度はそなたが眠れ。戦は長期戦じゃ。しっかり眠らねば戦えぬぞ。はっ。一方、鎌倉幕府では、やっと来てくれたか、足利高氏殿。度重なる出兵依頼を病を理由に断られ心配しておりました。病は癒えられたかの。おかげさまにて。それは何より。されば貴公にはすぐにでも出兵していただきたい。どちらへ。戦場さんの後醍醐元天皇様の方へ行ってもらいたい。千早城の楠木正成も捨ておけぬが、こちらは後醍醐元天皇様を捕らえればなんとかなろう。司祭は六原短大の北条長時殿と相談して決めてくれ。承知いたしました。時に高氏殿、出兵の際には奥さんとお子さんは鎌倉に残すであろうの。どういうことでしょう。貴公の看病に疲れたであろう奥さんや子供を連れてはいかぬがよいと申しておる。そうでしょうな。されば、そのこと聖書に出して誓っていただこう。武士に二言はありますまいな。いいでしょう。高氏殿もおられたか。高家殿、よく来られた。
高氏殿と同様に貴公にも出兵していただきたい。承知いたした。幕府存亡の危機なれば当然であろう。頼みましたぞ。では出陣の準備に戻ります。これにてごめん。お帰りなされませ。いかなる用件でありましたか。予想通りよ。出兵せよとのことじゃ。さようで。それで出兵なされますか。そのことじゃが、わしは後醍醐天皇様にお味方すべきと考えておる。なんでさ。今の北条の戦王は目に余る。源氏の名門たるわしに聖書を出させ、我が妻子を人質としおった。許されざることじゃ。北条など源頼朝公の家臣に過ぎぬ。それが出自の源氏の我に聖書を出せとはの。世も末じゃ。この状態は正さねばならぬ。ただしこのことは他言無用じゃ。ことは慎重に運ばねばならぬ。とりあえずは命だけ従ったふりをして六波羅に赴き情報を集める。はっ。足利尊氏は北条高家らと共に六波羅短大に向かった。高氏殿、高家殿、よく来られました。待ちかねておりましたぞ。皇后天皇陛下もお心強いとのことでこのように迎えに来られておりまする。これは身に余る光栄にござりまする。陛下のため全力を尽くす所存。して戦況はいかに。よくないの。楠木正成の千早城は落ちぬし、この六波羅も赤松則村や千草忠明の軍に狙われ追い返してはおるが、またいつ何時攻め来るかもしれぬという状況じゃ。されば御領所にはこれらの敵を蹴散らし、戦場さんの後醍醐元天皇様を捕らえていただきたい。承知。とはいえ長旅お疲れであろう。今日は宿でゆるりとなされてはどうか。御領所が来られたからには敵も手出しはできぬはずじゃ。我らも今日から安心して眠ることができようというもの。いや、助かりました。そうさせていただこう。今帰ったぞ。今日は珍しくご機嫌がよろしいようで。うむ、鎌倉より足利尊氏殿らの援軍がようやく到着したでの。これで今夜から皆の者が安心して眠ることができようというもの。それは何よりお祝いに今夜は奮発しましたのよ。存分にお召し上がりくださいませ。おお、早速いただくとしよう。そなたも食べよ。急がぬとわしが全部食べてしまうぞ。まあそれは大変。では急いで支度をいたしましょう。その後、足利尊氏、北条高家らは後白河天皇方と戦うべく出陣した。
が、高氏は篠村に陣取り、動きませんでした。殿、これは…どうじゃ、驚いたか。京都祇園の高級料亭よりお取り寄せしたお膳じゃ。日頃の感謝ゆえ、遠慮なく食すがよいぞ。ありがたき幸せ。後醍醐天皇様にはお味方いたしまするという書状を送ったでの、その返事が来るまでは我らは動かぬがよい。ですな。となると、せっかくのごちそうですが、男ばかりでむさ苦しいのが残念ですな。そう言うであろうと思うたでの、お願いして来ていただいた方がおる。後世では舞妓さんと呼ばれる美しい女性をの。ほう。この諸なお、ここで死んでも悔いはありませぬ。出陣された足利高氏殿、篠村にて宴会三昧のご様子、一向に戦う気配がありませぬ。なに、高氏殿の様子を見てか、多くの兵が後醍醐元天皇様方に寝返っておりまする。なに、北条高家殿が討ち死にされました。なに、足利高氏の寝返りは確実な上に、北条高家殿も討ち死にとは、どうすればよいのか。勢いに乗る後醍醐天皇方は、足利高氏や赤松則村、千草忠明らが一斉に六原に攻めかかった。どうする、どうすれば防げるのか。敵は数万とも、対する我らは脱走者が相次ぎ千人程度。これでは防ぎようがない。ここは黄金天皇陛下と上皇陛下様方をお連れして、一旦関東へと引き、時を見て再起を図りましょう。瀬田まで行って六角時信殿と合流したなら、その先の見通しも立てられましょう。それしかなさそうじゃ。急ぎ家族を連れに戻ろう。うむ。わしと共に関東に落ちよ。ここにいては敵に殺される。私はここに残りまする。バカな、敵は迫ってきておる。どんな目に遭わされるかわからんのじゃ。行けばあなた様の足手まといとなりましょう。そんなことにはならぬ。行って敵に捕まり憐れみを受けるのも嫌。
そんなことにはさせぬ。何と言われてもいけませぬ。さればわしも行かぬ。そなたを失うなど考えられぬ。情けないことを申されますな。あなた様には天皇陛下をお守りするお役目がありましょう。それを放棄なされまするか。それは比べられぬ。一個人の私情で日本国の柱とも寄り部とも言うべき方を失ってよいと言われまするか。私の愛しい方はそのような方ではありませなんだ。どうあってもわしについてきてはくれぬのか。私はここまでです。覚悟はできました。急ぎ戻られませ。やむを得な。遅いぞ。いかがした奥方様は。来ぬ。そうか。ん、中時殿の館より炎が。北条中時ら六原短大軍は京都を脱出し、足利尊氏らが入京した。